授業も終わったし、楽しいガンプラの時間ね。森田先輩に続いてゴールデンコスモスを破ったのが効いているみたいですね。彼らのやり方に不満を抱いていた生徒も多かったようで、サイドゼロ人気が高まっています。うんうん、マリカちゃんも自由にガンプラを作れるようになったことだし、もっともっと頑張らなくちゃ。はい。チース、イオリンいる？いません。あ、じゃあしょうがないか。っているじゃん、目の前に。あなたは？あ、噂のユイポンとサクライン。私イオリンの心の友で神坂千夏っての。チナチって呼んでね、よろしく。ユイポン？サクライン？すみません二人とも、この子いつもこうなんです。うるさいのでなるべく関わらないようにしていたのですが。またまた、イオリンってばツンデレなんだから。でね、ちょっとお願いあってさ。はあ、本当に人の話を聞かないんだから。さすがイオリン愛してる。でさ、私ガンプラをデコりまくるのが趣味じゃん。ああ、ギャルっぽくてもやっぱりガンプラは好きなのね。当たり前っしょ、ガンプララブだっての。たださ、ちょっと困ってんの。エアブラッシュとかいう変なチームの連中が塗装ブース独り占めしててさ。どうやら生徒会参加、エアブラッシュオブゼータのことのようですね。リーダーは白井真澄先輩です。あいつら私のデコガンプラに文句ばっか言ってさ、道具とか使わせないようにしてくるんだよ。ひどいと思わない？いじめだよいじめ。それは問題ね。自由に塗装もできないなんて、ガンプラの魅力の一つを潰されてるようなものよ。そうそう、ユイポン話が早い。あいつらやっつけちゃってほしいんだ。お、君がリーダーだよね、よろしく。頼む。なんだ君たちは。あたしらはサイド、いくつだっけ。サイドゼロよ。ヘアブラッシュオブゼータのリーダー白井くんね。塗装の自由を取り戻すため勝負よ。勝負勝負。随分と騒がしい。入室時にはノックぐらいしろ。あ、瀬名くん、どうしてここに。現生徒会副会長瀬名大輔。物静かに見えて強い意志と迫力、プレッシャーを感じます。この人怖いです。最近生徒会にあだなす愚かなチームがあると聞くが、俺はこの後外せない会議が入っている。俗物どもを黙らせるにはそれなりの仕掛けが必要でな。親を通じて政財界にまで顔が利き、学園の運営に圧力をかけているという噂、本当のようですね。人にはそれぞれになすべき役目がある。白い、ここは任せてもいいか。はい、この僕とエアブラッシュオブゼータにお任せください。必ず勝ってご報告します。当然だ、それ以外の報告は必要ない。では失礼させてもらう。貴様が噂の転入生か。せいぜいあがいてみせるがいい。さあ行くぞサイドゼロ、僕の塗装技術の粋を詰め込んだスペシャルガンプラで勝負だ。はいはいはい、滑り込みセーフ。最近予定にないバトルが多くて大変です。ともあれ、現在の生徒会派筆頭チームの一つエアーブラッシュオブゼータと学園改革派サイドゼロの正面衝突、これを逃す放送部ではありません。果たして勝利はどちらの手に。リアル塗装派とデコ派の決着やいかに。それではガンプラバトル、レディーゴー。
園の秩序と塗装を乱す奴は今ここで粛清してやる。月が見えたわ。今戦いの火蓋が切られました。実況は私企画のリンコで最後までお送りいたしますよ。私が作って私が戦う神探しの巣いくよ。
部回収できれば高ポイント獲得です。痛く取られてるぞ。ちょっと暴けな感じ。僕がこんなしょぼい塗装のやつらに負けるなんて。ねえ、このガンプラ白井くんが塗ったの？当たり前だろ。バトルでの視認性や迷彩性能まで考えたスペシャルな塗装だぞ。そっか。私ね、前に白井くんのガンプラ見たことがあって、その時は素直にすごいなって思ったの。でもなんでだろう、今のこのガンプラからはそういう感じがしない。ワクワクしない。つまらないって言いたいのか？は？何言ってんだよ。君のガンプラちゃんと塗れ、テクニック的にはまだまだって感じだけどさ、君がそのガンプラを好きだってそんな感じだけはわかるよ。やっぱり自分のガンプラは自分で塗らないとな。やっぱり乾杯だな。分かってたよ、自分でもつまんない塗装してるって。でも仕方なかった。生徒会の要求に応えるため、エアブラシオブゼータを潰されないためにはさ。私と一緒だったんですね。でも君らに負けたってことはもう関係ない。どっちにしろ潰されるなら君らを応援する。僕のガンプラを褒めてくれた君を信じるよ。白井くん。ただしそいつの塗装ブース使用だけは認めない。なんでよ、あんた負けたじゃん。それとこれとは別だ。大体塗るだけ塗って片付けない。散らかしっぱなしで僕のガンプラまで勝手にピンクで塗ったりデコったり。だって片付けとかだるいし、ピンクの可愛かったっしょ。絶対に許さない。いいじゃんいいじゃん。まさか原因が千夏ちゃんの方にあったとは。すみません、最初に話を聞いた時に予想すべきでした。ううん、いおりちゃんのせいじゃないよ。私
最近ちょっとうまくいって調子に乗ってたのかも。力には力で対抗するだけじゃダメだよね。それじゃあ今の生徒会と一緒だもの。君は気づいてたんでしょ。それでも見守っててくれた、ありがとう。私いろいろ考えてもっともっと強くなるね。あ、これラメ入れると絶対可愛いよ。やめろ、やめてくれ。あれ、今日はまだ君だけ？ってことは私と二人だけってことか。最近いつもみんなと一緒だったからなんだか部室が広く感じるね。私ね、本当は生徒会に対抗してここまでやれるって思ってなかった。最初はね、自分が負けた責任を取らなきゃって。このままじゃ私自身が前に進めないなって、それだけだったの。勝っても負けても悔いが残らないようにしよう、そんな風に考えてた。でもそんなのただの自己満足だよね。みんなを巻き込んで君にも甘えてる。だから勝たなくちゃ。それに生徒会に残ったままの涼子のこともずっと気になってるの。きっと何か理由があってのことだと思うから。って、ああもういろいろ考えてたら頭がごちゃごちゃしてきた。ダメだよね、私サイドゼロでも一番お姉さんなんだからしっかりしないといけないのに。そうか、そうだね。あれこれ悩むよりガンプラバトルですっきりしちゃおうね。久々に二人でミッションしよう。始まったわね。さあ行きましょう。